DNA、日本シリーズ進出 100% のデータが見つかる。DNA が巨人に連勝し、対戦成績を2勝1敗、巨人の1勝のアドバンテージを含む、とした。CS1 戦目から4連勝以上は歴代4度目で、過去3チームは全て日本シリーズに進出している。100% か、決まったな。サンプル少ない定期。でも希望持つには十分すぎるな、実際謎の勢いすごいし。てか CS4 連勝ってそんな少ないんだな。そら2位以下のチームなわけやし。なんで勝ってるのかよくわからん。誰もわかってないよ。ベイスターズがこの4試合勝った相手、佐伯、高橋遥人、戸郷、菅野。やばすぎるこのメンツ。え、本当に勝ったのこれ。4連敗って言われた方が信じる。巨人がこのまま終わるかね。その1位が日本シリーズ行けなかったのは2007年巨人、2位中日が突破2014年巨人、2位阪神が突破2017年広島、3位横浜が突破過去3回しかないんだぜ。巨人ばっかやんけ。3位横浜は危険なんだな。フラグ立ちまくりで草。ヒルナンデスよべ、もう上がり目がこれしかない。そもそもギリギリで優勝したという事実、負けてもおかしくねんだわ。まあ短期決戦は勢いがあるチームが勝つだけよ。15、日本シリーズ平行方法。水道橋、都営三田線三田、徒歩田町、京浜東北線管内1時間くらいで行けるぞ。なら水道橋、秋葉原、管内でいいやろ。明日落としたら巨人終わりやね。